ぐるぐる悩み解消早口でちょっとわからなかったですけど、今回は10万人以内でペニスの悩み解消ということで、はい、今回はですね、10万円以内でできる早漏改善、はい、早漏治療なんですけれども、はい、まあ、いろいろやり方はあると思いますが、はい、今回はちょっと10万円以内という、まあ、予算制限があります、はい、その中でできる治療というのをちょっといくつかご紹介していただければなと思います、はい、実際にこの予算の中でできる治療、まあ、2つ思い浮かびましたけど、まあ、1つは小体切除という治療ですね。これはペニスの裏側、まあ、気筒と皮がくっついているところにピョピョって皮膚が伸びている場合が多いんですけども、まあ、ない方もいらっしゃるんですけども、そこが余計な刺激になっている場合があるんですね。ですのでそこを切ってあげる手術があります。小体って分かります？わかんないですよね。俗に裏筋なんですけど、そこの部分が正確体というか結構多いんですよね、うん、多分この気になっている人からすると、はい、裏筋を切って取るって、はい、結構怖いと思うんですけど、はい、その点はどうですか？全然怖くないすごく単純な手術なので、はい、すぐ終わります。実際どれくらい時間かかるんですか？5分ぐらいじゃないですかね。裏筋の部分を切り取って、はい、縫い合わせが大事ですね、はい、実際にその術後の痛みとかその出血とかって、うん、取ってこれはそんなないんですよね。出血も痛みもその大してないと思います。気持ちよさがなくなっちゃうんじゃないかって心配される方はいますけど、実際はその海綿体が一番射精の時にも大事なのであって、それで正体切ったからといって射精ができなくなるとか気持ちよさがなくなるとかってことはないです。まあ、ただ過剰な刺激になっている場合はそこを取ることで早漏の治療にはなります。もう一つは気筒に注射なんですけども、まあ、当院一番勧めてるのはリパス G っていう、はい、注射剤ですけども、まあ、これはちょっと10万円以内では難しいので、まあ、試しになっちゃいますけど、はい、ヒアロン酸っていう吸収される注射剤ですけど、これを試しにやるのはいいと思いますね。感覚予備みたいな人に対して注射をするっていうのは、なかなか怖いと思いますか？ヒアルロン酸自体は非常に安全性の薬注射剤ですので、まあ、吸収されちゃいますので残っちゃうのが心配な方非常にいいと思います。で注射は麻酔した上でやりますから、麻酔の時だけちょっとチクッとする程度であと痛くないです。麻酔はちなみにどういうことですか？麻酔は、ね、ペニスの根元にします。本当にこう皮膚つままれてる程度しか痛くないです。これも治療自体はそんなに時間を置くの？はい、まあ、麻酔してからちょっと時間を置くんですけども、はい、まあ、10分ぐらいとかかかります。コスパ的にはどうですか？コスパ的にはあります。ただ1回の手術で終わらせたい方、男性の場合だと多いと思うので、そのだったらお金貯めてもうちょっと頑張って出して包茎治療とかリパス G 治療をやってもいいかなと個人的には思いますけど、今回はちょっとテーマ的に10万円以内気軽にという感じなので、ちょっと注射にして消滅切除というところで治療を進めます。はい、どうですか？いい話に怖さなくなりちゃう。分からないんですよね、やっぱり。それを持っていないので。まあ手術、どんな手術もそうなんですけど、意外と治療後は痛くないんですよね。皮膚の手術なので、内臓を切られるわけじゃないので、皮膚ってね、そんな痛くないんですよ、実は。実はその男性が一番気になっている痛みっていうのは、意外と大丈夫。そう、意外と大丈夫です、ね。包茎手術も意外と大丈夫です。では今回は、10万円以内で早漏改善。ご質問、お問い合わせはぜひ概要欄のコメント欄からお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。